織物。織物とは、糸を縦横に組み合わせて作った布地である。織物を作ること、あるいはその織り方や風合いを織りと言い、完成した製品、織物も技法や産地を関して、織織というものが多い。漢字では、伝統的に植物繊維による織物を、布、絹織物を、剥くといい、両者を合わせた不白も織物を指す言葉である。また、 織物は英語風にテキスタイル、またはテクスタイル、英語テクスタイルとも呼ばれる。織物は一般的には食器で製作される。食器は旗、木とも呼び、食器を使って織ることを旗織りとも言う。食器の基本的な原理は縦糸を張りその間に横糸を通すもので、この通し方、織り方と糸の素材や太さ等によって布地の基本的な性格が決まる。 代表的な折り方には平折り、綾折り、斜門式、出数式の三種があり、これを三元組織と呼び、さらに絡み折り、もじり折り、もじり折りを加えて四元組織とする場合もある。これらの組織を複雑にしたり、使用する糸の色や太さ等を変えたり、あるいは多様な染色を施すことによって、複雑な染色品が生産される。折は、戦時代から行われ、 織物は衣服や寝具、敷物、家具、様々な道具、日用品等に幅広く使われるほか、タペストリー等の芸術品としても制作されてきた。織物業の専門家や、旗織り技術の程度は、文明や地域、時代によってかなり幅があるが、総論すれば、産業革命以前には、自家用の布は、各家庭で織られる場合が多く、専門職人による、 高品質な織物は富裕層のほぼ独占するところであった。18世紀以降、イギリス・フランスを中心に織物産業の機械化が始まり、これが産業革命の一原動力となった。宝石技術の進歩や牧用、綿花栽培の集約化、そして19世紀に入って力食器が開発され、安定した品質の織物が大量生産されるようになった。近年では、 商業的な織物生産は、コンピュータ制御のジャカード食器を使ったものが、ほとんどとなっている。一方、人力で食器を動かす、伝統的な織物生産も行われており、高い付加価値を持つ製品として流通したり、手芸の一つとして行われることもある。日本語において、手織りとはもともと工房ではなく自宅で織物を生産すること、またその製品を指していたが、明治時代に、 日本に力食器が導入されて、以後はこのような人力で動かす食器で食器を用いておること、またその完成品も手織りと呼ばれるようになった。なお、織りは小座やむしろ等を作る時にも用いられる技法であり、また日本語の織りにほぼ相当する英語のウィーブにはカゴなどを編むことも含まれる。織りの基本は食器を用いて、 縦糸と横糸の二組の糸を直角に交差させることである。一般に縦糸は平行に貼られ、この時、縦糸は走行によって、二つ以上のグループに分けられ、上下、絨毯等を折る縦型の食器、縦機の場合は、前後に二つの面を作る。隣り合う縦糸は、基本的には違うグループに属する。走行を操作すると、縦糸は、グループ単位で上下、前後に動き、 二つの面の間に横糸を通すための隙間、ひ口が開く。ついで、この開口部に横糸を通す。その後、オサや、ヘラ等によって横糸を打ち込む。走行の操作と横糸の通過、横糸の打ち込みを繰り返すことで織物が折られていく。織物の幅は、手食器の場合、折りの手の届く幅、腕を広げた幅に制約され、幅広の布を織るためには、 複数人の織り手を必要とするが、飛び火の発明以降は、広幅の布地を織ることが容易になった。また、手織りでは、横糸は火に直接巻き付けたり、小菅に巻き付けた上で火に収めて用いることが多いが、多くの色糸を用いる複雑な手織り物、特に太い糸を使う敷物などでは火を使わない場合もある。現代では、レピア食器やエアジェット食器等の無非食器が高速の旗織りを、 実現している。縦糸のグループ分けや上下させる順序によって、平折り、綾や折り、手数式等の異なる組織が作られる。平折りは、縦糸と横糸が1本置き、もしくは同数置きに交差するのに対し、綾織折りは、縦糸と横糸のいずれかが、他方の上を1本、下を2から3本通過することを繰り返し、縦糸と横糸の交差する組織点が、斜めの文様を形成する。 また、シュスは、縦糸か横糸のいずれかがもっぱら表面に出るとともに、組織点が連続しないように計算された折り方である。一般的には、平折りよりあや折り、あや折りよりシュスが柔らかい反面、耐久性に劣る。途中で組織を変えて複雑な折り物用を折り出すものも、ある。折り物には、伝統的には、大麻や甘、くず、ちょ、木綿。 芭蕉等の植物繊維や羊等の毛や産子等の動物繊維が素材として利用されてきた。また、19世紀以降は技術開発により様々な科学繊維、合成繊維も利用されている。織物はこれらの原料繊維名を関して、麻織物、綿織物、毛織物、絹織物等と分類されることもある。異なる繊維を使って布を作ることを繊維の根用というが、 糸の段階で混ぜることを梱包と呼び、縦糸と横糸を異なる繊維にしておることを、鉱色鉱色と呼ぶ。日本などでは、部分的に金属白を加工した金原子等を使用することもある。また、縦糸と横糸の太さや密度、素材を変えることで、畝のある畝織、リップス織や、縦糸が見えず横糸だけで、絵画的な表現を行うタペストリー等が作られる。 糸の和や毛葉を立てた織物は、パイル織物と呼ばれる。織物の大半は染色の工程を伴う。染色には大きく分けて、糸の段階で染める、先染めと、折った後に染める、後染めがある。あらかじめ染められた、様々な色の糸を使って縞や格子、あるいはより複雑な文様を織り出す技法は、古くから一般的であり、現代でも例えばチェック柄やタータン等として、 普及している。タペストリー等では横糸を横幅いっぱいではなく一部の縦糸だけにかけて文様を表現する。二式のように複数の色糸を組みにして一本の横糸もしくは縦糸として扱い必要な色だけを表面に出すことによって文様を表現する手法もある。縫い取り織りは文様の部分だけに必要な色糸を加えて複雑な多色の文様を表現する。近代には ジャカード食器の発明によって、多色糸で文様を表現した織物を工業的に大量生産することが可能となった。また、先染めの中でも、事前に絞り染めした糸を使って、文様を表現する織物はかすり、イカットと呼ばれる。あと染めには、布全体を染料につける、神前や筆や型紙等を用いて、染料をすりつける、ナッセン等がある。 神前によって文様を表現するために絞り染めや板締めによる母線、狂血、牢や糊を用いた防線等の技法がある。筆を使う那須船技法には友禅等があり、型紙を用いるものにサラさサ等がある。現代ではシルクスクリーンを用いたプリント地の大量生産が行われている。旗織には旧石器時代には行われていた証拠が、 発見されている。例えば、チェコモラビア地方のの遺跡では、不明瞭なものながら、織物の圧根が見つかっている。新石器時代の遺物としては、トルコのチャタルヒューク遺跡から、紀元前7000年期の織物が発見されている。エジプトでも、紀元前5000年頃と見られるファイユー無湿度の甘織物の断片や、紀元前3000年から2000年の衣類等が、発見されている。 ファイユームの断片では1センチメートル四方あたり、縦横二22本と9本の糸が使われている。またの遺跡等から織物工房を描いた皿等も発見されている。ナイル川流域では主にアマが繊維として使われた。最初期の食器は縦糸の端におもりをつけてぶら下げる縦器であったが、次第に技術が発達して、各地の文明において複雑な機構を持つ縦器や、 水平器が開発されたと考えられている。シュメールでも織物が織られていた。イーストン聖書辞典によれば、旧約聖書には古代の旗織りについて数多くの言及がある。中国では紀元前3500年頃には木の織物の生産が行われていた。紀元前2700年頃の墳墓から精巧な染色品が発掘されている。養蚕は 紀元前200年頃までに朝鮮半島や日本列島等に伝わったと考えられている。8世紀からのイスラーム黄金時代において足でペダルを踏んで走行を操作する機構が発明された。この発明はシリア、イラン、東アフリカのイスラム圏で最初に見られ、1177年頃までにはアンダルスでさらに改良され、 より強固な枠をより高い位置に設置するようになった。足踏み式の発明によって、両手が自由になり、火の操作が容易になった。ヨーロッパでは、羊毛が主要な繊維原料で、その他雨やイラクサも用いられていたが、9世紀には、シシリアやスペインに木綿がもたらされた。12世紀、ノルマン人による南イタリア征服を通じて、木綿は、ヨーロッパ全域に広がった。 また東方より進んだ絹織の技術が流入し、他の原料による織物の技術にも応用された。それまでヨーロッパでは原始的な縦糸を盛り立て器が主流であったが、10世紀から11世紀にイスラム圏から足踏み式の水平食器が入ってきた。中世後期になると都市の発展と技術発展により織物業の専門家が進み、織物の生産、 販売はギルドが独占するようになった。専業化によって、技能の改良、伝承が進み、より細い糸で、より品質の高い織物が生産されるようになり、公益品として発展していった。特に、フランドルのブルッヘイなどでは大規模な織物製造業が発展し、このような旗織りが盛んな都市では、織物業者のギルドが、政治的にも、経済的にも、 大きな力を発揮するようになっていった。13世紀には、豚屋製かない工業体制が成立した。織物商人は羊毛を購入して織出に前貸しし、決まった価格で織出から完成品を買い取ることで、織物産業を経済的に支配した商業資本主義。イングランドのノリッジ等は毛織物商人によって栄えた。この頃までに、足踏み式糸車の開発によって、 糸の供給が潤沢になり、織物生産の速度が向上した。14世紀の100年戦争やペスト流行による人口減少を経て、16世紀のイングランドでは、囲い込みや都市のギルドの制約を受けない農村での集約的な毛織物生産が行われるようになり、工場製酒工業へ移行した。大陸ヨーロッパでも、プロテスタントが織物業で成功し、 高度な技術を持っていたが、フランスにおけるユグノー、プロテスタントの迫害が深刻化し、17世紀後半には彼らがフランス国外に移住したため、イギリスやドイツでの毛織物や絹織物業が発展した。大型の食器の操作は重労働で、専門職人は男性が占めるようになっていった。1733年、ジョン・ケイの飛び火の発明によって、 幅広の織物の生産に助手が不要になり、生産性が大幅に向上した。1761年にブリッジウォーター運河が開通すると、マンチェスターへの木綿運搬が増大し、豊富な水資源を背景に、水力を用いたジェニー防石機やミュール防石機等が開発され、防石が機械化された。1785年、イギリスのエドモンド・カートライトは、ドンカスターに、 織物工場を建てて、最初に、食器の機械化に取り組み、1792年までの間に、多くの特許を取得した。その功績により、エドモンドは1809年に、イギリス議会から1万ポンドの報酬を得ている。1788年、兄のジョン・カートライトもレッドフォードに、革命工場、レボリューション・ミル、名誉革命100周年を記念した名称を建設し、 1791年、その食器をマンチェスターのグリムショー兄弟のノット工場、ノットミルにライセンスした、ただし翌年に全焼。しかし、食器の機械化には時間がかかり、この頃のイギリスの織物産業を実際に支えていたのは約25万人の織で,であった。一方、フランスでは1801年頃にジョゼフ・マリー・ジャカールによって、 複雑な文様の折り出しを自動化したジャカード食器が発明された。パンチカードを使ったジャカード食器は画期的であったが非常に複雑であったため普及には年月を要した。1805年頃からの20年間になってようやく実際的な力食器の開発が始まった。力食器等によって失業の危機にさらされると感じた職人が主導したタイと運動。 機械破壊運動等、反発も強かったが、様々な技術革新を経て、旗折は、蒸気機関で駆動する、工場生産へと変貌していった。1823年に、綿織物業の歴史を記した、リチャード・ゲイストは次のように述べている。1842年、ウィリアム・ケンワージーとジェームス・バローがによって、食器の半自動化に成功した。また1843年には、 単純な文様を自動的に織り出せるが登場し、広く普及した。金属、機械製造業の発達により、金属製の大型の食器が製造できるようになり、ランカシャークリントンのマンチェスターの19世紀末には、世界最大規模となったオールダノ島の食器製造者が急成長を遂げた。マンチェスター周辺の面織物業では、 初期は宝石と旗織りの工程が隣接していたが、次第に両者は分離し、グレーターマンチェスター周辺に織物専門工場を抱えるいくつもの小さなができた。一方、毛織物、特に祖母織物産業は、ウェストヨークシャーで発達し、宝石と旗織りが一体化した形で発展した。ウーステッドは縦横に祖毛糸を用いた織物で有名であり、 またブラッドフォードも織物業で栄え、当時世界最大の絹織物工場があった。北米大陸のニューイングランドでは、旗織り技能を身につけた人々の移住により、ポータケットやローウェルといった地で織物産業が栄えた。職人本人の力をほとんど必要としない、力食器の導入により、織物工場の労働には、若い女性や少女が多く従事するようになった。 一般的に成人女性が機械を管理、操作し、少女たちは見習いとして雑用に従事しながら、旗折りの技術を習得した。劣悪な労働環境や児童労働が社会問題となり、イギリスでは工場法が制定され、たびたび強化された。また、によって初等教育が一部義務化すると、14歳までは午前中は工場で働き、午後は 学校で教育を受ける者も,も多くなった。中東各地では、伝統的な手織りのペルシア絨毯やが重要な工芸品であり、イランのファールスやカーシャーンの絨毯織りの技術、アゼルバイジャン絨毯、ベドウィンの女性のオルアッサド、アラブ首長国連邦は、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。その他、ケルマンやアラークの製品がよく知られている。南アジアでは、 伝統的に染色が発達しており、大航海時代には南アジアの織物がヨーロッパや世界各地にもたらされ、各地の服食や織物産業に大きく影響を与えた。現在でも手織、力織ともに重要な産業である。バングラデシュのジャムダニーは成功な綿織物で、その織技術はユネスコの無形文化遺産に登録されている。 東南アジアでもインドネシアのバティック無形文化遺産やイカットをはじめ各地で特徴的な織物が産出されている。中国では紀元前3000年頃より高度な絹織物の技術が発達し周辺国にも及んだ中国の洋蚕絹織物の職人芸術やリー族の繊維技術もユネスコ無形文化遺産である。また、苗族等の少数民族の織物も 世界的に有名である。毛織物は、チベット周辺の遊牧民による絨毯の製造が、盛んである。中国以外では、朝鮮も綴りが挙げられる。北米南西部のプエブロ、ズーニ、ユト等の部族は、古くから木綿を染色した糸で織っていた。この地を最初に訪れた、スペイン人らは、ナバホーリの毛布について記している。スペインからの羊がもたらされると、 毛織物も盛んになった。18世紀以降、ナバホは特徴的な赤色の毛糸等を輸入して、様々な文様の敷物等を織り、交易するようになった。植民地時代のアメリカでは、植民地では原材料の生産を奨励し、工業化を抑制するというイギリスの植民地政策のもと、高度な売り物産業の育成は阻害されていた。によって、 植民地からの羊毛や毛糸、毛織物の輸出や、植民地への羊毛製品、雨製品の輸入が厳しく制限されたため、入植者は主に現地で産する羊毛、木綿、雨等で簡単な平織りをり、プリントや刺繍で装飾した。アマゾン熱帯雨林では、原住民が、ヤシの人皮繊維を中密に折ったかや、またはテントを使っていた。 ペリューのアマゾン川流域に住むウラリナ族は他にもヤシの繊維を使って網、ハンモック、織物を織っていた。ウラリナ族の神話では織ることがすべての中心であり、創造神話では洪水後のウラリナ族再生に女性の織に関する知識が重要な役割を演じている。ヤシ繊維の布は埋葬の際に副葬品として入れられたが同時に労働の対価や 物々交換の基本として通貨のような役割を担っていた。アンデス文明では複雑な文様を表現する織物が発達した。特にのケチアの織物技術はユネスコ無形文化遺産に登録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。